しぶりに訪ねた友達は少し痩せて見えたけれど悪くはないね。スーツ姿でいつでも飲み会に遅れてきた。あの頃の面影がどこにも見当たらない。花屋に転職したと打ち明けた時に驚かなかったのは僕だけというけど、いつも一生懸命何かを知ってたから、君なら何だって平気だと思ってた。手がねボロボロになっちゃう写真を眺めるように手のひらをじっと見つめな。紫陽花は切り口を少し火で燃やすんだよ。僕の知らないことを教えてくれた。辛くなった時だけそれでも何もないふりで会いに来る自分が少し恥ずかしい。じゃあね、別れ際に握手をした。君の手のひらはひび割れてて、とても乾いていたけれど、とても温かいね、本当していた。落ち込んでること気づかないわけはないよと君の手が言ってた。僕も笑えるよ、きっと笑えるよ。自分が生きてること誰かのせいにするのはやめよう。どちらかといえば柔らかい僕の手がいつかだ